あ、三年 B 組クロイ先生。はいはい。I my son says それぶりってことかい。ちょラッピングが制服ラフリってことない。ぶん頑張っちゃやっちゃっちゃそん時キャーちゃんリリースよ。あっせあっせロータニマニダーリンダーリングリー。なんかだぶなんか出る愛してるあれ一個が違ってる。ぶん悩み暴行絶望おいしん坊いい加減にしなさい。飛んでったあいつもモテるからだっていわゆる普通の女の子。驚いた私だけ豚骨張りがでおかわりだ。ごちそうさま。いやいやこれくらいいつでも来い。美味しかったね。ね、卵が美味しいとなんか嬉しくなるよね。昨日よりもガソリン代が2円も上がってるよ。入れとけばお金におおらかな人でもガソリン代になると1円単位でこだわるのはなんでだろう。そういえばこの前貸した本さ、ゲーム化するらしいよ。私はゲームは買わないけど。鏡は情報古いな。私なんて情報が出た瞬間に限定版予約したよ。アニメの DVD ボックスとかグッズも買ったしね。へえ、私よりハマってるわね。勧めた人よりハマっちゃうって結構あるよね。ゆい姉さんそれで車買っちゃうくらいだもんね。影響受けて車？うん、レースものの漫画貸してあげたら、あの時はびっくりしたよ。趣味のエネルギーって怖え。昨日で3連勝ですね。おお、奇跡の始まりやで。このまま連勝続ければ何の話？多分プロ野球だと思いますよ、先生のご贔屓の。あ、野球といえば有名な俳人の正岡子規は野球が大好きだったそうで、病気で続けられなくなるまでキャッチャーとしてプレーされていたそうですよ。ご自分の幼名ののぼるとかけて雅号を野球と書いてのぼるにしたそうですし。ところでメジャーリーグの総合優勝はワールドチャンピオンって言うんですよね。日本シリーズで思い出したんですが。ん？そうやな、アメリカ国内だけやのにな。まあ世界名乗るのはうちの球団倒してからにしろっちゅうねんな。盛り上がってるな。結構臭いのよね。そうですね。あ、いたいた、鏡みゆきさん。おお、こなた、この問題教えて。珍しいわね、あんたが勉強のことで質問なんて。これ結構難しい問題も入ってますね。ん？ああ、だってそれアーケードのクイズゲームの問題だもん。私学問とか苦手でさ。またあんたはそんな、つかもっと勉学に身を入れなさいよ、受験生なんだし。はっはっは、それがこっちではこんなんだけど、あっちじゃ賢者とか呼ばれててさ。うん、なんつうか、あんたもうそのなんとかアカデミーに入学しちゃえよ。そんなわけでちょいと寝不足。何時までやってたの？みゆきさんはいつも寝るの11時だっけ？ええ、早いよね。じゃあ、なるほどね。ってなことをみゆきさん見てて思ったんだけど、ゆうちゃんもよく眠る割に育ってないよね。ってお姉ちゃん言うんだよ、気にしてるのに。夜分遅くにすいません。小早川と申しますけど、岩崎さんのお宅でしょうか？すみません、みなみちゃんを。もう寝ちゃったんですか？いつもこんなに寝ちゃうの早かったっけ？ピッタン、ランラ文字ピッタン。
楽しそうに歌ってますね。はい、なんとか大丈夫です。はい、父にもそう伝えておきます。地鎮祭の後には。そうです、そうです。いえいえ、とんでもない。いや、そんな、またまた未成年ですから。本当違いますって。そんなんじゃありませんよ。では、はい、はい。鏡さん、ジェスチャーつけても相手には見えないよ。わかってるわよ、ついよつい。そういえば電話中で会話に集中してるから、ゲームとかはさすがに手が止まるんだけど、かといって空いてる手が妙に寂しかったりしてさ。ああ、わかるわかる。だからこの間電話してる間中、ずっとローラーで床とかのホコリ取ってたんだけどね。コロコロって転がすの。そういうのってハマるのよね。なんか無意味な落書きとか単純作業がね。うん、でもさ、電話が切れた途端やる気がなくなるんだよね、そういうのって。なんか自分の周りだけ綺麗になった床とか切なくってさ。最後までやればいいじゃない。会話とともに情熱も失せてさ。結局放置かい。あいつ割と臭いわよね。たまにはいいと思うんだけどさ。ほら、一歩。ああ、やったな、小学生くらいの時。まったく、子供か、あんたは。あ、でも、子供の時にやったといえば、ヨーグルトをかき混ぜてパン工場とかもやったわよね。パン工場？え、知らない？ねえ、何？今のパン工場？恥ずかしがらずに言ってみなって。うるさい！一学期に貸したゲームさ、他にやりたい人がいるから返して。はいよ、あのちっこいやつ。そういえばあいつにもいくつか貸してたな。返してもらうか。でも、ヒイラギすげーな。何がよ。いや、この前誰に借りたかわかんないソフトがいくつか出てきてさ、よく思い出せるなって。おいおい。自分で誰に貸したか覚えてないのもあるし。どんだけズボラなんだよ。いやいや、貸借主忘却の法則は絶対あるって。これ宇宙の真理ね。そんなわけあるかい。はい、もしもし。あ、ヒイラギ、私、ミサオ。へいへい、どう。ちくしょう、やるな、ポチョムキ。何、どうかした？いやいや、ちょっとね、ごめんごめん。で、要件は？知らないわよ。なんかとっても重要な。重要なら忘れるな。オータムジャンボの結果見てきたけど、全部外れちゃった。やっぱりそうそう当たらんね。私もハガキたくさん出したのに懸賞外れちゃったよ。そっか、残念だな。こんだけ当たらないと販売所の人とか編集さんがズルしてるんじゃないかなと思えてくるよね。どなた、そんな風に人を疑っちゃいけません。ダメだ、今日はもう寝よう。その前にお手洗い行っておこうっと。死後が多いって言われるよ。でもそんなの関係ねえ。あんなに眠かったのに、どうして変なギャグ言うとこんなに目が冴えちゃうんだろう。やっぱり夜はダメだ。今日は催してないし、まどろんでる間に寝ちゃおう。冷た。あんなに眠かったのに、どうして布団に入った時のひんやり感でこんなに目が冴えちゃうんだろう。もう無理。今夜は暖かいし、すぐ寝れるかな。なぜか足だけほてってて眠れない。どうしてなんだろう。こういうのって私だけ。ラキスタ。焼き芋の美味しい季節になったわね。いや、鏡、あのさ。いや、わかってる、わかってるから言うな。少し食べる。どうもありがとう。でも太るよ。結局言うし。でも仕方ないのよ。おじさんと目が合っちゃってさ、買わないのも悪いじゃない。ほら、あの、買ってくれないのかな、買ってもらえないと傷つくなっていうあの視線が。ああ、まあわかるな。コミケとかでも目が合うと本戻しづらいよね。
あんた話通じないのお構いなしで喋るよな。いやいや、サークルの前で物色してる時のことだよ。売り子さんの前で本手に取るとさ、買わないでよそ行くの気まずいよなって。でも結局戻すんでしょ。最近ライトノベルのアニメ化とか増えたね。そうみたいね。こないだ貸した小説も3回くらいアニメになってるわよ。もうすぐ新刊出るはずだし。アニメの方は見たけど小説はまだ読んでないんだよね。文字だらけで疲れるし。またそれか。あんたがよくやってるゲームの方がよっぽど文字多いだろう。そんなはずなんだけど不思議だよね。いっそギャルゲー形式で出してくれると助かるのに。おい、それより4回目のアニメはいつなんだろうね。何？それは何かのネタなのか。何やってるの？さっきから蓋がどうしても斜めになっちゃって。ああ、まあそういう人いるよね。ちょっと不器用っていうか。よくやっちゃうんだ。はい、こういう可愛い欠点がみゆきさんと似てるんだよね。ありがとう。やっぱりお姉ちゃんってすごいな。お姉ちゃんどうしよう、今度開かない。あー、しまった、いつもの調子でやっちゃったよ。のんきな子だ。袋開かないの？貸してごらん。お姉ちゃん、ありがとう。あれギザギザのところから破って開けちゃおうか。いや、ちょ、ちゃんと開けるからちょっと待って、もういいよ、ギザギザかハサミで開けちゃおう。いやー、それはプライドがというか何か負けた気がする。お姉ちゃんか？か、なんかいるって分かってるだけでイライラしてこない？なんか刺される前でも。いると分かった以上仕留めずにはいられない。それが狩人の本能ってやつなのだよ。思ったんだけどさ、ん、私やゆうちゃんが同学年の人に告白された場合、その人ってロリコンってことになるのかな。同じ学年なんだし、そうでないといえばそうでないし、しかしこの場合は見た目にウェイトがかかっている気がするし、もし仮に小学生のような30歳だったら、逆に年上好みと言えるかもしれないし、なかなか深いテーマだな。定義づけが難しいよね。やっぱり私のお父さんなんだね。鏡だったらどっちでもいいで終わりそう。じゃあお父さんはどうなの？あのお母さんに惚れてこの娘を出来がいいってことは、お父さんってロリコンなんだよね。いやいや、待て、それは少し間違ってるな。小さい子だけじゃなくて普通の子も好きだからロリコンでもあるが正しい。まあ要するにキャラによりけりってことだな。どっちにしてもダメ人間だよね。じゃあさ、お父さんいつも私にペタペタしてくるけど、私が男子でも今と同じように接してきた？当たり前じゃないか。はいはい、よくわかったよ。よかったね、私が女で。なんだ、そろそろ風呂沸いた頃だな。先にゆうちゃん入ってきたら。うん、じゃあ失礼します。体裁悪くて追っ払ったな。ねえお父さん。ん？お母さんってさ、背小さいし、お父さんの幼馴染だし、なんかギャルゲーのキャラみたいじゃん。だろう？カナタは子供の頃から可愛くってな。お父さんがベタ惚れなのはわかるんだけど、お母さんはなんで結婚したんだろう。お前が振り向いてくれないから、俺はこんなギャルゲー好きな男になったんだと言ったら割とすんなり。あなたは最低だ。でも本当のことだし。それって脅迫じゃないの？いやいや、それだけじゃないぞ、もちろんね。コナタが生まれた時はすごく喜んだしな。あら、このお袋、ソウ君にかしら。いやいや、目元なんかカナタそっくりだぞ。どう見ても俺たち二人の子だな。でも成長は私たちとは別であってほしいわ。背は私に似ず、性格はソウ君に似ませんよ。きっついな。でも、なんで急にカナタのことを？私お母さんのことよく知らないし。コナタ、お母さんいなくて
寂しいか？別に、お父さん一人で二人分にぎやかだし、今はゆうちゃんもいるし。そうか。かなた、こなたはとてもいい子に育ってるよ。お前が望んだ普通とはちょっとだけ違うけど。なあ、こなた。うん？頼むから、こなたは俺より先に死なないでおくれ。とりあえずそんな気はさらさらないよ。よしよし、かなたは若くして行っちまったけど、幸せだったよって最後は笑ってたよ。残った方はそれでも寂しいけど、俺も最後はそうありたいもんだな。笑いながらってどんな死に方がいいの？そうだな、萌え死にとか。お父さん絶対まともな死に方できないね。そうそう、今日仕事の資料用にデジカメ買ってきたんだ。ここに帰るのも久しぶり。あの人たちは今頃何をしてるのかしら。はいはいはい、はい、チーズ。 お父さんってば。はい、もう一枚行くぞ。いいでしょ、つくお父さんひっつきすぎ。冷たいぞ、こなた。せっかく新しいカメラで記念撮影なんだぞ。資料用じゃなかったの。固いこと言わずにな。そうくんも相変わらず。そういえば人の都合なんて全くお構いなしでしたね。離れろー。いててひどいぞ、こなた。ほんと、全然変わってない。しかしあれだな、抱っこした感じがどんどんかなたに似てきてドキドキするな。そういう危険な発言を堂々としないように。お母さんの苦労が忍ばれるよ。何を？ほんとにね、お父さんあんなだけど飛行に走っちゃダメよ。おお、そうだ、こなた、この間のゲームクリアしたらお父さんにも教えてくれな。いいけど。あれ意外と難易度高いのな。でも多分親子でゲームしてるあたり仲良くはやってるみたい。なかなか狙ったキャラのエロシーンに行けなくてな。うわ、娘に何をやらせてるんですか、あなたは。大丈夫なのかしら。上層教育間違ってない？そうくん。ねえ、お母さんはどうしてお父さんを選んだの？え？だってオタクでロリコンなエロ親父だよ。普通は選ばないよ。そこまで言うか。とことん手厳しいな。本当にね。でもそうだな。本当にも。彼女はいつもこんな調子だから。いつも忘れかけてしまう。なぜこの人と。ダメ人間だ俺でも。一緒になったのか。唯一絶対自信を持っていたところ。え？絶対自信を持っていたところ。何それ。ん？うん、俺が世界中で一番彼方を愛してるってことだよ。これだ。やっぱり叶わないな。私のいいところも悪いところも認めてくれる。自分のいいところも悪いところも全部見せてくれる。私が一番安心できる場所、私を一番安心させてくれる場所ってな。よし、懐かしんだところでもう一枚言っとくか。後で今ゆうちゃんとも撮ろうな。自分があの場所にいられないのが少し悔しい。お父さんやっぱ趣味で買ったんでしょ。もう何を言うんだ。父さんはただ取材前に使い慣れとコートだな。でも私の中にそうくんたちがいるように、そうくんたちの中に私が生きてくれてるなら
これからも見守りましょう。私にいっぱいの幸せをくれたソウ君たちが幸せでいられるように。びっくりするかな。お父さん、この写真ん、なんか人の影みたいなのが写ってる。本物の心霊写真。あれ、お風呂開きましたよ。これ見て。何、どうしたの。消去しなきゃ、呪われるよ。やめて、消さないで。待て、消すだけじゃなくて、お焚き上げしないとダメなんじゃないか。お焚き上げないで。結構話すようになって、少し見方変わったんだけど、私、未だにミナリンってちょっと怖いイメージがね。本当は優しいのに。あ、帰ってきた。みなみちゃん、おかえり。ただいま。あの二人、ほんと仲いいな。先生、まだはあ、これって、ゆとか、体が曲がっていて。お姉様。いかん、また友達をこんな目で。やっぱり、溜まってるのかしら。ラキスタ。3、2、1、スタート。それで、見つかったの。いないの、どこにも。マネージャーも捕まんない。逃げやがったな。まあどの道あいつらクビだけどな。そもそもよ、待ってます。この番組自体俺最初からなんかやべえなと思ってたんだよな。これさ、最初に俺断ったんだよ。まあなんつか政治の力っていうかさ、まあ大人の事情っつうの。待ってます。何が回って。俺かお前か、それとも地球か。いやそうじゃなくて。じゃあ何。いやですから、カメラ回ってんですよ。バカ、止めろ。って磯野、磯野、何だい中島、キューさあ、それでは弾いていただきましょう。今回はメドレーバージョン。ワン、ツー、スリー、フォー、ミンミンミラクル、わわわ忘れ物、ある晴れた日のこと、スポン、スポン、スポン、持っていけさ、俺はサンタモン、ミンミンミラクル、ミノルンルン、わわわわ、ある晴れた、スポン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 、持っていけさ、近いな、サンタモンに、わわわ、忘れ物、俺の忘れ物、あの日あの時、ある晴れた日のこと、持っていけ最後、俺は司会だ、サンタモーニ、俺は司会、サンタモーニ、俺は司会だ、わわわわわわ、みのるんるん、俺は司会だ。笛吹いても変わんないすごい。近いな、やりきるじゃん。そう、なんでだよ、帰ろってさて、次回のラキスタは総次郎です。カナタです。じゃあ総君、私そろそろ行くね。行ってしまうの。ええ、私も連れてって。幽体離脱はまだできないけど、きっと覚えます。総君、またアニメや漫画の話してるのね。じゃあまたね。カナタ、次回、微妙なライン。総君、気流が乱れてうまく飛べないの。おいおい。